プロット26プライム 10R カメラです。ウルナーが昔紹介してくれました。4つの点があって、3D で塗りつぶしの四角を描くと。で、こいつを複数回することによって、こういうような、球の一部分を作ると。で、これを Z 軸について45度回転していくと、ぐるっとなるということであります。で、これをやるためには、3つの関数が必要で、ここにある、球座標形から直角座標形に関するものと、その逆をやるものと、それら二つを使って、ある 3D のベクトルをシーターだけ Z 軸方向に N 回回転させようというのをスタックしているものであります。で、さっきのやつができたわけですけども、まあ、よくよく考えてみたら、これは、ただ単に、クリエイトメッシュを使って、半円を回転させるのと全く一緒ということが、わかるかと思います。したがって、2個でやったら、クリエイトメッシュも半4分の1だけになるんです。はい、以上です。